ヤロカ水とは、江戸時代、尾張国、美濃国に出現した妖怪。ヤロカ、水、ヤロカの水、ヤロカの大水とも言う。柳田国尾の妖怪談義に記述されている。ヤロカ水の伝わる木曽川愛知県、岐阜県の木曽三河流域一帯特に木曽川流域で伝承される。激しい雨の夜、川が増水するとやがて、 やろかやろかという声が川の上流から聞こえてくる。この声に答えて、横沢横瀬と叫ぶと、芝叩く間に川の水が増し、その答えと村人のいる村は、一瞬のうちに水に飲み込まれるという。また、川もに赤い目や口が見えることもあるという。推定できる現象として、河川の洪水の初期段階は、侵食が主体であるため、川岸や川底が、 濁流に現れ大きな石が流れ転がる、際の音を、やろかやろかと表現し、終盤には、上流で発生した土石流に伴う土砂が堆積し、水が溢れる、際の状況を、横さば横せと表現したものと考えられる。あるいは暴風の夜、暴風による、風の音が、やろかやろかと聞こえたためとも推測される。基礎参戦流域は、常に、洪水の危険性があり、 洪水に対する人々の不安からもしくは後世への注意喚起のため作られたとも言う。鉄砲水がその正体であるという説もある。このやろか水に該当する洪水は実際に発生している。江戸時代の1650年9月に尾張国、ミノ国で発生した大洪水である。この時、堤防はほとんどが決壊し、木曽三川流域は海のようになったという。 記録によれば、大垣藩及びその周辺での死者は3000人以上だと伝えられている。この洪水で、木曽川沿いの尾張国には群青、半舎村が完全に流出し、村民は全滅に近い被害を出したと伝えられている。や野か水で横さば横せと叫んだ村民は、この村の村民と伝えられている。なお、尾張国には群青、半舎村とは、 現在の愛知県港南市の一部である。現在も、中半野町、半野町は存在するが、上半野の地名はなくなっている。1687年8月26日に、木曽川が雨で増水した際には、縁から、やろかやろかと声が聞こえ、川を警戒していたものが、横さば横せと叫ぶと、川はさらに増水し、大洪水が発生したという。百七十三年に、 愛知県犬山町で洪水が起きた時も実際にやろかやろかと声が聞こえたと言われる。ありがとうございます。